作戦はこうだ。川辺にいる商人のキャラバンを制し、彼らのタグボートを使って橋に潜入する。だがキャラバンの到着にはまだ少し時間がある。大佐はカティアが行っていた客車を確保するように命じた。そのためにはまずターミナルに行ってクレストのレールカーを持ってこなければならない。辺りを探索するにはいい機会かもしれない。なんかすげえ声まで聞こえるぞ。くそ、どうしてこんなことに。交差行ってるやつはどこだ。あー、いたいた。よくも撃ってくれたな、てめえ。よし、片付いた。ジップラインで向かうぜ。しかしやばかったな。こっちの方向か。なんだこの部屋は。いや、驚かなかったけど。ええ、よく来たな、兄弟。俺が見えなかっただろう。誰にも見えないぞ。風景に溶け込んだろうか。あの不穏な BGM が鳴り止んでないんだけど。いろいろ教えるよ。ターミナルへ侵入するには水路を使うしかない。幸い近くのドックにボートが止まってる。どうやら狂信者たちが放置したものらしい。中にいるのは人型のミュータントだけみたいだな。あのガソリンスタンドが見えるか。悪党の隠れ家だ。まるで光に引き寄せられる虫のように寄ってくる狂信者ども待ち伏せしてるのさ。監視に3人も捕まった。あっちの建物を見てくれ。悪党は身代金か何かのために人質を取って好き放題にもてあそんでいるがる。大佐には突入させてくれって3回も許可を求めたんだがダメだった。わからなくはないが、ああいうゲスどもから市民を守るのが俺らの仕事だったはずだ。見ているだけっていうのは納得できない。まあいいさ。橋は完全に閉鎖されて敵の武装兵も見えないな。まあこちらの攻撃を予測しているだろうから今は手を出さない方がいい。いつ出発するかはお前次第だが、闇に紛れた方が相手には見つかりにくいぞ。何にせよ俺は持ち場に戻るよ。ありがとう。ここで暮らしてんのか。なかなかいいところじゃない。すげえな。結構アイテムが不足するな。ここに補給置いといてくれてもいいのにね。とりあえず向かうべき方向があっちですね。大きなバッテンのとこ。
よし、じゃあ行きますか。これ感性つくからこのジャンプでうまくやればめっちゃ速く走れる気がする。なんだ敵か、めっちゃ笑っとるやん、悪党。これバレるの？ああ見つかってる。おいおい、こいつらも来るのかよ。ちょっと痛い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 。ブチブチブチ。痛い痛い痛い。強盗してるなんてひどいぞ。まだいたな、なんか。もう戦闘避けたかったのに。他はないか。この先か。またなんかいるし。銃の整備ができるぞ。弾はまあまああるのか。お、なんだこれ。おお、なんだこれ。投擲武器ハーネス。へえ、装着装着。かっこいい。ハラマイトになってんじゃん。特攻の人になってる。ああ、整備しようにも薬品がないって。薬品不足だな。ほとんど回復アイテムに使っちゃうから。あいつは泥吐いて攻撃してくるから。しかしすごい雪の表現がいいねこれね。ここが、うわ、なんか人が吊り下がってるし、見るからにやばいやつやん。ここでいいんだよね。うん、そうだね。シューシュー言ってるけど大丈夫これ。うん、進まないぞ。あ、すんだすんだ。絶対落ちたらやばいやつやんこれ。こんな木の冒頭で大丈夫なの？この場所こそなんかガスマスク必要になりそうな感じするけど。うわー、すげえなんか出てきそう。もうなんか音楽が、もしかして襲われる？そんな、まさか。
めっちゃ吠えとるやん。やめてほしい。死んでる。マジか。すごい人いたけど。人というか、モンスターち、あ、これあれだった。薬になるやつだ。ん？なんか下にいる？なんか下にいる？え、これどうやって上上がるの？あ、こっちか。このキノコは美味しいからもらっとこう。グレネードが C の投擲。あ、これか。とりあえずこの美味しいキノコいっぱいもらうんや。え、出て出て。くそ。いて出て出て。もう挟まれるじゃん。やめろ。いてててて、これ避けらんないのか。無駄なダメージ食らうわ。倒しても何の美味しさもないかんな、こいつら。アイテムドロップしないし。なんだろう、動かすと、おお、すごい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 、すげえすげえすげえ、道になった。え、向こう側は、こっち側は行けないのか。こっち側はこっち側でアイテムだけか。よしよし。どんな仕組みで落ちちゃった。じゃあ渡って、ああ、あのナマズがいるんだ。ナマズの鳴き声だったんだ。これじゃないな、こっちか。キノコキノコ、ん、なんか見えたぞ。この登ってるモーション中はダメージ食らわないとかないよな。弾無駄なんだけど、それだったら。なんかまた新たなやつ。ああ、投げナイフとかも、そっか、投げナイフとかも使っていけばいいんか。生身っぽいやつは投げナイフ効きそうだもんね。おおおおおお、ちょ、なんだなんだなんだ、やばい。食われる。怖っ。明らか狙ってきてるじゃん。先に言っといてくれ。でもこれで俺がターミナルに着いたよっていうのが知れたよね、向こうに。っていうか、そんなことより恐ろしいモンスターばっかりいるんだけど。
ちょっと待った待った、タマタマタマえ、あ、ピンピンして、ピンピンしてます、ピンピンしてますぞ、こいつおいおいおい、前作みたいにさ、一撃じゃないのかよ。前作の投げナイフが強すぎたってことか。めちゃくちゃピンピンしてるじゃん。しかも投げナイフ構えないで即投げだから結構狙いづらいな。聞こえてる聞こえてる。ん？またお前か。倒せたがどうなのか分かりづらいんだよ。もう銃の精度が整備してないから悪くなってきた。どっち行きゃいいんだ。こっちか。こっち行って。こっちか。オッケーオッケー。いてえ破裂したぞ。ここもうマスクいらないか。あれどうやって倒すんだ。これいいのか。マスクダメか。降りれない。いやでも投げナイフと組み合わせると結構弾の節約にはなるね。またか、またお前か。あっちのキノコ取りに行けるんかと思って降りたら降りたらダメって。くそー、行き過ぎなんだよ。おーい、怖えー。これまっすぐ行ける？上行った方がいい？
あ、もう弾がねえか。しかし投げナイフ一発で倒せないとはな、盲点だった。多分投げナイフも頭狙わないと多分倒せないんだろうな。投げナイフ照準がないから頭狙うの結構至難の技なんだけど、あぶれ、まあ、2発で死ぬ。で回収できる、まあ、悪くはない。おーい、マジかよ。クソ精度が。食らってんのか食らってねえのか分かりづれんだよ。うなぎ、なんか扉が自然に閉じたけど、あんなもん食べてるんじゃね、倒しても食料にはならなそうだな。